それでこれからどうするんだ。やっぱり街を歩いて死者を探すのか。そうね、この街にいる死者を全滅させれば親元の吸血鬼は出てこざるを得なくなるでしょうし、今はそれぐらいしか手はないけど。いいも何も、俺はアルクエイドに付き合うだけだ。餅は餅屋って言うし、専門家に従うよ。なんだよ、おかしなこと言ったか俺。うん、シキやけに素直だなって。行くぞ、街を回ればいいんだろ。さっきの高架線下とかもう一度調べてみるか。ううん、あの区域はもういいわ。死者は互いに食い合わないよう、犠牲者の数を一区間に集中させないよう、それぞれ活動ルートを定めているの。一晩に食事をさせる死者の数は決まっている。今夜はさっきので打ち止めだと思うけど、せっかく四季がいるんだし、もうちょっと探索してみましょうか。互いに食い合わないようにか。本格的に統率されてるんだな。もっと無差別なものかと思った。親元の吸血鬼にしてみれば、血液の採集は娯楽じゃなくて生存するための必要作業、仕事だもの。ルーチンワークを良しとするのよ。貴重な労働力ってわけか。でもそれだと向こうも手を打ってこないか。アルクエイドが数を減らしているんだから、ここから先は増員させるか、あるいは死者を引っ込めて姿を隠すとか。基本的には出し渋る方でしょうね。けど吸血鬼である以上、どうしても他者から血や精を搾取しないと生存していられない。親元は私に狙われていると分かっていても、最低限の食料を得るために死者を出すしかないってわけ。状況は分かった。とにかく夜になったら街を歩き回って、まだ活動している死者を見つければいいんだ。ええ、それでシキ、あなたにはメガネを外してついてきてほしいんだけど、いい？メガネを外してってなんで？
その方が確実だから。私は人間と人間じゃないものの気配を感じ取れる。あなたは聖者と死者の違いが視覚情報として読み取れる。索敵方法は大いに越したことはないでしょ。あなたの体に大きく負担をかけることになるでしょうね。でも、いい機会だからもう一度だけ確認したいの。シキが大丈夫だと判断するのなら、メガネを外してついてきて。いいよ、メガネを外してついていく。それで型がつくって言うんなら安いもんだ。そう、なら行きましょう。シキ、メガネをかけていいわ。やっぱり、もう今夜の死者はいないみたい。そんな簡単に見切りをつけていいのか。まだ一回しか街を見回ってないけど。うん、一度見回れば十分よ。気配っていうのはね、多少はその場所に残留するものなの。でも町には死者の気配がどこにもなかった。食料を調達する死者はさっきので最後だったのかも。ここからはもう一段階上の死者を潰していくわ。不機嫌そうだな、アルクエイド。当然でしょ。せっかくシキがいてくれるのに空振りなんだもの。はあ、かっこいいとこ見せようと思ったの。
まあ、俺は無駄骨でも気にしないけど、そんなにご不満ならもう一度街を回っても構わないぞ。俺も今度は意識を集中してみる。もしかしたら何か見つけられるかもしれない。ダメよ。今夜はこれ以上あなたに無理はさせられない。無理って、別に俺は無理なんか。してるのよ。四季本人は気がついてないだけ。今だって顔色すごく青いし。ほら、ベンチに座って。少しは楽になるんでしょ？ありがとう。助かった。でもこれぐらい今までの頭痛に比べたら軽度だぞ。意識を保っていられないめまいに比べれば危ないこともないんだし。弱い生き物のくせに無理はしないで。失神しなければ軽度？それは間違いよ。あなたの目に軽いも重いもない。あまり見えないものを見ようとしないで。そんなに脳を酷使したら廃人になりかねないわ。廃人って誰が？あなたがよ。どうしてそんなに危機感がないの？こんな貴重なマガン持ちなのに平和主義者とか、美味しい獲物にも程があるし。よく今まで生きてこられたわね。ひょいってつまんで食べられるわよ普通。分かった。あんまり言いたくなかったけど、ちゃんと説明してあげる。いい？四季は生物の死は見やすくて、鉱物の死は見にくいって言ってたでしょ？それはね、結局はあなたの脳の回線の問題なの。ものの死、その因果を見るということは、実際は見ているではなく、読んでいるという意味合いに近いわ。すべての事象には大元になった原因、絶対の位置がある。この宇宙の始まりにしておしまいの地点。そこにはすべてを記録したものがある。記録というよりはあるものだから、情報とは呼べない。ただあるだけ。それ自体に意思はないし、方向性もありえない。原因を垂れ流しているだけの根源の渦みたいなものね。この世界にあるものはその渦から流れ派生して今の形に行き着いたわ。私も四季も吸血種も人間も元はそこから始まった原始に過ぎない。
もう離れすぎ、複雑になりすぎてしまって、原因である始まりに戻ることはできないけど、とにかくそういった位置があるのはわかるでしょ。でもね、たとえどんなに大元からかけ離れた形になっても、派生した存在である以上、とても細い線だけど糸はつながっているのよ。すべての根源、すべての始まりと終わりを記録したレコード。それとつながっているものは、物事の終わりを知っていることになる。高等動物の脳は受信と送信を司る機能なんだけど、大抵の人間はその回線が自分に対してのみで閉じてしまっている。けど中には潜在的に回線が開いている人間もいる。何の魔術回路も利用せず、超越種でさえないのに超常現象を可能とする人間。これをね、魔術師たちは超能力者って区分している。人間でありながら生まれついて何らかの魔術回路そのものという突然変異体。例えば何の神秘も学んでいないのに物の死を見てしまう人間とかね。いいわよ、四季は理解なんかしなくて。言っておきたいのは、あんまり見えにくいものを自分から見ようとしちゃダメってこと。私は見えないから断言はできないけど、四季が見てしまってるものは線だけじゃないはずよ。あなたには線の他に、その起点である点も見えているんじゃない？そうだ、あの時お前を殺した時も確かに点が見えてた。何個もあって、線は点と点を結ぶように流れてた。物の死にやすい線とその死、何でしょうねそれ。四季はその気になれば鉱物の死を見ることだって可能だと思う。けどそのために脳が生物の範疇から鉱物の範疇に回線を開いて鉱物の死を知ろうとしてしまう。それは本来ありえない運動よ。脳は過負荷を起こして四季は間違いなく使い物にならなくなる。それはこの目が死を見なくなってくれるってこと？まさか。ねえ四季、無茶をしてオーバーブローしたエンジンはどうなるのかしら。そりゃジャンク行きだろ。一度でも焼き付いたエンジンは二度と使い物にならない。わかった。ただ見えているだけなら問題はないでしょうけど、見えないものを見ようとするのだけはやめて。
せいぜい血管が破裂して脳に負荷がかかるぐらいにとどめておきなさい。その先に踏み込んだら生きながらにして石になるなんて末路になりかねない。そのメガネを作ってくれた魔術師には感謝しないとね。大抵の超能力者は自分の力がどんなに危険なものか知らずに使用して自分から廃人になってしまうから。まあ人間でありながら人間の社会では生きられない存在的不適合者だから、その方が幸せなのかもしれないけど。どうやらそれが私がここに来た理由のようだし、私が君を以前の生活に戻してあげる。ところで、うわ、なんだよ、メガネならもう渡さないぞ。そうじゃなくて、これからどうする？もう死者は出てきそうにないし、今夜はここでお別れにする？いや、まだ吐き気が収まらないし、落ち着くまでここにいるよ。その間、お前に聞きたいこともあるし。街の巡回は無理でも、それぐらいならいいだろう。そう？私はいいけど、四季はいいの？人間って夜は眠くなるんでしょ？別にいいよ。もともと眠るのは苦手だし。苦手ってことは不眠症？いや、寝つきはいい。単に好きじゃないってこと。ふん、夢は見ないの？とにかく0時までは付き合う。そっちが話ずくめで疲れてるならこのまま帰るけど。ううん、全然疲れてない。むしろ全力で受けて立つわ。そうなんだ。元気があって羨ましいけど、勢い余って暴れ出すなよ。地面をぶち抜くのとかもうなしの方向で。そんな無駄なことするわけないし。もう、四季は私のことなんだと思ってるの？なんか誤解してない？大丈夫、
そこは完璧ブレてない。アルクエイドのことは手加減のできないやりすぎ吸血鬼だと思ってる。グローブと戦っていた時に着てた服見せて。あの時は遠くにいたからよく見えなくて、なんか今と違う服装になってなかった？グローブ対策で表面を変えていた時のこと？疲れるからやりたくないんだけど、レシピはまだ残してるから。はい、これでいいの？これ私の洗濯ミスだからあんまり好きじゃないんだけど。グローブの原理が寒さだと見抜いていれば、もっとあったかいイメージで固めてたわ。そっか、耐熱仕様なんだもんな。そりゃ冷房機能もついてるか。そう、くれぐれも触らないでね。触れると四季も凍っちゃうから。これは私自身の守りじゃなくて、グローブに組みついた時炎を消すために作ったものよ。もう何を難しそうな顔して。もしかして四季、私の失敗を見て楽しいの？そんなわけあるか。これが失敗なら世の中の9割は失敗だ。普段からこの格好はダメだよな。目立ちすぎる。第一、他のやつに見せるなんてとんでもない。これは俺だけの特権だ。じゃあ気に入ったってこと？まあそれなりに。
一緒に戦うとき、お前がいろいろできると頼りになるだろう。もちろん、私基本的に万能だから。殺すことしか脳のない式を最大限にサポートするね。ところで、その服、名前とかあるのか？名前？そんなのいちいち決めないけど、ドレスコードは、そうね、氷河をまとう、かな。そういうイメージで作ったわ。うん、じゃあ、ブローブの力を見抜いていたら。キラウェアをイメージしていたでしょうね。あそこは今も活動している火山だから。ねえ、そろそろ着替えていい？力無駄に使いたくないし。なあ、グローブとの戦闘服がなんでドレスなんだ？社交界に行くわけでもあるまいし。ん？社交界ってそういうものでしょ？なるほど。もう日付が変わっちゃうね。もったいないけど、そろそろ休んでもらわないと。俺ならまだ元気だけど。それはシキがそう思ってるだけよ。今夜はここでお別れにしましょう。どうせまた明日には会えるんだから。明日って、ちょっと待て。待ち合わせ場所とかどうするんだよ。おい、ここでいいよ。時間は10時頃がちょうどいいかな。おやすみなさい、シキ。また明日、ここでね。なんだよ、今の顔。